はい、どうも、バチオです。ここがどこかっていうとね、愛知県江南市の江南団地の東側にある、元スーパーの駐車場です。昔、青木スーパーだったところですね。ここがスーパーだったのは結構ずいぶん昔なんですけど、その後100円ショップかなんかになって、で、その後今何かの倉庫になってますね。一応テナント募集ってなってます。今日はですね、バス通りを歩いてみようかなと思います。そういや、バス通り歩いたことなかったよね、ぐらいの感じで。そのついでにね、元藤ヶ丘幼稚園跡とかを見ていこうかな、みたいな感じで。それでは行ってみたいと思いますと。浜屋がある。浜屋は昔はね、おもちゃ屋さんだったんだけど、まあ今は、事務機器とか、OA 機器とか、営業形態が変わってるのか、それとももうお店はやってないけど、一軒家として使ってるのか、ってことは、和田もあるのかな？ちなみになんだけど、浜屋で、その隣がおもちゃの和田。で、その隣が美容室だったよな、昔は。D ショップ都市っていう CD 屋さんがあって、その CD 屋さんの頃には僕はしょっちゅう、ここに来てました。隣はなんか、本当に、雑多な感じの、いや寒いな酒屋さんぐらいはなんかやってそうだけどな。昔からここ酒屋さんだった。で、この南側の端っこは本屋さんだった気がするなで、ここが、江南団地の外周のバス通りなんですが、ここをぐるっと一周するんで、20分弱ぐらいの動画になるのかな。これは結構長くなっちゃいそうだけど、ひたすらに歩きますてか、ここの工場って、中部工業さん？昔からあるよね。もう僕はね、この自転車置き場そのものにもう違和感があって仕方ないんですけど、もう自転車置き場の向きが変わってるからね、そもそも。で、放置自転車みたいなのがやたらあるのか。まあ、引っ越していくときに自転車置いていく人とかね、盗んだ自転車をそこに置いていく人とかね、まあ、いるのはわかるよ。どうなんだろう。もう、江南団地もね、まあ、俺らが住んでた頃ってのは、もう本当に人の入れ替わりも、まあ、入れ替わりも激しいんだけど、めちゃめちゃ人はいたんだけど、多分昔より人口減ってんじゃねえかなと思うんだけど、なんせその小学校とかもね、だいぶ生徒数が減ってるんで、満室ってことはないと思うんだけどなぁ。まあ、とはいえ、こんなにでかい団地で、7割、8割は、埋まってるとは思うんだけど、カーテンのない家が見当たらないからね。で、バス停、前のバス停が団地北になるのかな。で、
ここは旧藤ヶ丘幼稚園のとこは、まあ歩いてきたのは久しぶりだけど、なんかちょっとした公園風になったな。一応遊歩道的な整備をして、植物植えましたっていう。本当になんもねえな。まあなんかその遊具を遊具をどうにかする良さもなかったのかな。まあ必要ないと思うけどベンチが置いてあって植物が植えてあるだけで、団地案内図、あ、これ南北逆さまに見てるから結構分かりづれえな。今ここなんだけど、これをこう回るんかな、うん、でこうで今さっきこっちから来ましたという。まあ団地の周りというのは基本的には何もない。まあ昔から何もないんだけど、今でも何もない。団地の形自体も全然変わってないから、塗装はね、ちょくちょく塗り替わってるっぽいけど。小学校の同級生の子供たちとかも何人かいたんで、よく遊びに来てたところではある。まあっていうか団地の中はどこでもそうだよね。ここは来てなかったわっていうとこはほぼなかった気がする。なぜかそんな雪積もらんやろ。エンカル置いたるけど、凍結する道路とかに置いとくもんやで、エンカルって。なんか眩しいな。ですね、ここにちょっとわかるかな、あ、これだけここまでしか拡大できないけど、お関屋っていううどん屋さんがあって、まあおそらくその江南団地に住んでたりする人間だと、確実に一度は行ったことのあるうどん屋さんだと思うんだけど、まあ僕もね、多分トータルすると 2,30 回は行ったことあると思うんだけど、まだやってるくさいな、上り立ってるし。まあ江南団地民御用たちの店だね。まだやってるっぽくてちょっと嬉しい気はする、はあ、ここでまだ半周行ってないぐらい、10分、やっぱ20分ぐらいの動画になっちゃうな、長えな。まあ今日はちょっと江南市内をフラフラしてみようかなみたいな感じはあるんだけど、結構ね、実写系の長い動画メモリー食うんで、どこまでやれるか。あとこれ熱持つとね、勝手にカメラ止まるんよ。よいしょ。
団地西になるのかな、このバス停が。まあ僕の、もともといた実家とも近いんだけど、僕はこっちの、駅は、バス停はあんまり使ってなかったな。てか、もともとあったっけっていうぐらいの記憶しかない。僕が21棟に住んでて、でここはもう24棟なんで、割と僕の家に近いとこです。で、どっちかっていうとバス、あれだな、スイミングのバスがね、この辺に送迎で泊まってくれて、それに毎週毎週小学校の時に乗ってた印象がすげえある。今アピタのスイミングってどうなってんだ、ないのかな、ドンキホーテになっちゃってるからね。あそこのスイミングもそうだし、他のスイミングももう一個あったはずだけど、どうかな。懐かしいね、通学路だ。変わらんちゃ変わらんな。ちょっと駐車場が綺麗になったぐらいで、ちなみにこの正面に見えてんのが、僕の住んでた21棟っすね。まあなのでこの辺は言ってしまえば近所の子がいっぱい住んでるとこなんですよね。元気してたかな、みんな。あれだね、今はこの団地の通り昔よりも路駐が少ないね。まあ正月休みだからかもしれんけど、まあ今僕がね車止めるの困ったぐらいパーキングがないんだよね。月決めは団地がこんだけあるから大量にあるんだけど、言っちゃえばその時間止めのコインパーキングみたいなものは一切ないんで、まあ僕も元商店街の駐車場みたいなところに止めさせてもらったけど、この辺の住宅は割と新しめなんだよな。あそこはどうだろう、中学入る前ぐらいに建設ゼミナールっていう学習塾だった気がする。そう、ここは江南団地南じゃなくて江南団地、まあ言ってしまえばメインのバス停で僕も使ってました。一応あれか、学習塾的なことを、その建設ゼミナールがなくなっても、クモンとかの会社が取ってんのかな、学びカレッジっていう小中学生育成のやつと、あと、クモンの、あれがあります。あ、ちなみに僕、クモンやってたんですけどね。あれ中3の時だけ。その時は団地の集会場でやってましたね、週に1回。だからそんな建物の家賃を払う余裕があるんだということにちょっとした驚きがあります。ここら辺、セブンプラザってなくなっちゃったの？
多分ないな。昔々あのセブンプラザっていう、言っちゃえばショッピングモール的なやつが昔あったんだけど、そのもう俺が小さい頃には客なんてほとんどいなかったし、あの何の店があったかなみたいな感じだったんだけど、今はこっちのこっちの商店街のメインはスーパーヤマトか。スーパーヤマト知らんなーっていうかね。でそのセブンプラザの入ったとこにあったそのお店のポテトがものすごい美味しいっていうイメージがある。だから中学ぐらいまでポテトを食いには来てた気がする。ここ建物つながってたはずだけどね。今なんかすっきりして駐車場なんかできちゃったりして、あてかそこの駐車場使えたじゃんっていう。郵便局よりも、うん、郵便局こっちだったっけな。移動してねえかこれ。なんか今ある郵便局と愛知銀行の位置がなんか逆のような気がするんだけど、そんなことはねえか。ちょっと驚いた。あれ郵便局ここだったっけな。あ、まあ、愛知銀行の位置は変わんねえか。郵便局がもともとなかったところに今は移動してるかな多分。もうすぐゴールっていうか一周なんだけど、今俺はすごい驚いてんだけど、ここに交番があったんだよね、藤ヶ丘の。まあ要するにその江南団地の交番なんだけど、交番なくなってんだよね、派出所。このちょうど駐車場のとこなんだけど、ってことは今何なんかあったらおまわりさんのとこに駆け込めないの。まあね、まあ俺らの頃もクソヤンキーとかいなかったけど、別にどっちかっていうとそっち側と仲良かったしね。あ、ちなみにこっちの方の200灯台は、分譲住宅です。まあ今までぐるっと回ってたとこは賃貸の住宅なんですけど、どうなのかな、その分譲で持ってる方はやっぱ金は持ってんのかなとか昔は思ってたんだけど。言っちゃあその分譲を持ってた人が家建てて一軒家に住んだりとかしてるから、金持ってんだよなとか思ってた。あんなゴミを貯めとくところみたいなのなかったけどな。実はここは昔と比べてもほとんど景色が変わってないんだけど、もうちょっと木があった気がするな。まあ幼稚園のとこの森もそうなんだけど。わ、もうすぐ20分だ。長えな。一応一周して団地東まで戻ってきました。今バスが止まっているのが、団地東のバス停ですね。共産党が あのこの人たちがどうか知らないけど、共産党の
あの実は僕 の, あの同学年に同学年のお母さんにあの日本共産党からの立候補者として国政選挙に出た人が2人いるんですよ。まあ両方とも同級生のお母さんなんですけど、一人はその後、市議会議員をやってたと思うんだけど、もう一人の方はどうだったかちょっと覚えてないんだけど、そこに未天塾という塾があるのかな、まだあるのかな、あるのかないのかっていうのは建物はあるけど、言っちゃえばあのソロバン塾なんですけど、団地にいるてか同学年のあの3分の1とか4分の1ぐらいの人間はここの塾に通ってたっていうぐらいの、ああまだ存続してるね未天塾。懐かしいわ。まあ僕は行ってなかったんですけどね、あのソロ版はできませんということで、元の場所に戻ってきました。一周、あの交番なかったのとか結構驚いたけどね。まあ変わりなくて、お関屋とかはね、まああるのは知ってたんだけど、まあまだなくならないで存続してんだ、店主の人とか変わってんのかなとか、そんなことを思いつつ、終わりにしたいと思います。以上ポチオでした。バイバイ。